映画チンピラジャガモンド斉藤です。お願いします。どうも映画バカ芸人アンプです。パニパニュー。シネマショットは映画好きが集まって好き勝手映画について語っていくという番組でございます、はい、今回の企画は大崎にシネマ。大崎にシネマとは私たちが先に試写会に行ってですね、はい、ネタバレなしで皆さんにちょっとだけ情報を公開しようかなという企画でございます。ありがとうございます。今回見た映画はこちら、ででん、スパイの妻。出たー、はい、こちらを見ました。このスパイの妻ってやつ、もうガチガチのスパイでさ、こうキャッツアイみたいな、あーカード投げると思ったら、そうそう、そういう感じかなって思ったら違うのね。もうこれ戦争時代のお話で、うん、こう1940年、スパイと疑われている旦那さんを守る妻みたいな感じかな。そうね、最初はよくわかんないしね、旦那が何やってんのかも、うん、そうそう、うん、浮気しとんのちゃうみたいになっちゃうなんか最初なんかやだなこの夫婦、違和感あるなって思うんですけど、うん、こうなんだろう、言葉でこう意思疎通しなくてもわかるこの愛情みたいなのが、はいはい、意思伝わる映画でした、うんうん、昔の人の愛情ってやっぱ今の人の愛情と全然違うなって、ね、違うよね。そうね、うん、なんかこう隠すというかね、うんうん、全部言わない、じゃ言わない美学ですよね、うん、本当に良き、うん、ただちょっと私日本の戦争映画難しいイメージが、はいはい、ちょっとあって、これもちょっと難しかったです。要はその、そう、うん、さっき言った言葉では、うん、交わさなくても通じ合う心っていうのが、うんうん、ちょっと最後、ん？どうなったのこれってあーなるほど、はいはいはい、最後の展開ではすごい好きなシーンがあって、うん、お見事って言ってるシーンがあるんですよ、うん、最高のシーンでしたね。はい、あそこはブワーって鳥肌立ったんですけど、立つ立つ、うん、何がってなっちゃって、あーなるほどなるほど、そう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 、何がなのっていう、何がだったあ、それはすっきりしないね。じわじわ見終わったあたり、あーあーそういうことねで、うん、最後のスタッフクレジットの前にこう文章がこう出るんですけど、うん、それ読んで、あーあーこの文字のおかげで深みがさらに増しとるなーっていう感じだったんで、ちょっと私理解するのにラグが、なるほどなるほど、そうしました。ラムラグね、ラムラグが、いる東出さん お痩せになられちゃいましたね。東出さんね、東出さんのね役どころ、なんかねそのお家に入ってきた時とかちょっとドキッとします、ね、そうそうそう、東出さん、うん、大丈夫よくやったねこのシーンっていうシーンがあって、うんうん、やめなやめな手出さないでってそういう話じゃないんだけどね、まあまあまあ、そう、祈ってました。いい意味で嫌な役でしたよね、東出さん。そうなのよ、嫌でしたね、嫌だね、すべては憎めないんだけどね。そう、いい人そうに見えて、あの感じの嫌な感じだよね。私、好きなセリフあるんですよ。何？私、ここだけの話狂ってないんですよ。はいはいはい、はい、あそこね。でも、これが狂ってるのかもしれません、うん、っていうセリフがすっごい好きで、いや良かったねあれ、3回ぐらい見たいいや分かる分かると僕ですね、この映画お見事ってなる映画でしたね、うん、いや、やっぱお見事って言いたくなる映画、言いたくなる、ほんとそうだなと思って、うん、やっぱまずそのストーリー、うん、はい、やっぱさ、蒼井優さんの旦那さん、うん、高橋一生さんが、あの人スパイじゃねみたいな疑いかけられるじゃん、うん、そうだね、その先が見えないスリリングな物語の運びも、うんうんうん、こうずーっとこう見ててさ、緊張するし、うん、あとはあれですね、これラブサスペンスでしたね、うん、あーそうですね、ね、やっぱりその疑いかかった旦那さんは、奥さんは愛せるのかとか、うん、かといって逆に旦那さんも奥さんのこと愛してるのかなみたいな、うん、なんかそこがねまた楽しくて、うん、なんかどっちの目線で見ても、うん、なんか別の味で楽しめる、うん、どっちの面白さもね、どっちの面白さも両方あったよね、そう、うん、なんかマジリバーシブルのジャンパーみたいなね、はい、なんかあこっちもいいじゃんみたいな、裏返しても着れるんだ、そうそう、っていうのがむちゃくちゃいいね、お見事と思いましたね、うん、わかるわかるね、うん、あとキャストさん、はい、やっぱ蒼井優さんのあのセリフ、うん、セリフ回しというか、うんうん、なんですか、あらそうですか、嫌だわっていう、あのなんか演技がすごいね、うん、見てる人たちをグッて手引っ
張ってくれて、なんか当時の世界観にこう、はいはいはい、入れてくれるようにね、スッと入れたし、あと高橋一生さんのね、うんうん、あの人自らやさおじゃん。うん、けど時折見せるさ、あのもう自らやさお、自らやさお、ごめんなさい、ちょっとよく分かって、見た目がね、見た目が自らやさおやさおになってんだよね、自ら、うん、そういう意味、いや違う、見た感じでも見た感じがね、やさおさんじゃない、うんうん、やさおさんじゃない、いや伊勢さん、伊勢さん、伊勢さんだけど、ででもなんか時折見せるさ、底知れぬ怖さの表情する時なかった、そう、女殴りそうな顔すんの、怖いよね、めっちゃ怖い、これ何のグラスみたいな、うん、やばっていう、キリッとするよね、そう、うん、あの寒暖の差がまたたまんなかったなと思って、うんうん、だからキャストがものすごいハマり役でしたね、うん、そうねー、ねー、すごい、あとはやっぱあのずっとこの映画ってなんか不気味でなんか奇妙な雰囲気ずっと、なんかもう流れてる、ね、出てくる人もシーンもちょっとなんか不気味でムンムン、不気味でムンムン、不気味な雰囲気ムンムン、はいはいはい、はい、するじゃん、うん、なんかね深夜番組始まったなんかエッチなムンムン、エッチなね、エッチな深夜番組昔あったね、いや、いじり岡田さん MC やってそうだけど違いますから、言ってないいい感じでさ、冷や汗と、うん、なんか緊張でこっちをいい感じで湿らせてくれるような、うんうん、なんかサスペンスだけどホラーっぽいみたいな、うん、はい、わかんないけどね、はい、これなんかわかんないけど、わかんないの、でもこういう感じ言いたいのが俺、僕は何を言いたいのよ、あのサスペンスみたいなホラーで、これもやっぱ黒沢清監督の手腕、うん、世界観なのかなと思って、うん、そうね、出てましたね、そういう風な感じちょっと捉えちゃって、うんうんうん、バルじゃんと思ってね、上からだバルじゃん、いや、この映画はね、お見事でした。パクるやん、すぐ。いやいや、やっとこないとこれ流れて。言いたくなるよね、言いたくなる、言いたくなるんだよ。みんなお見事って言ってるから。はい、まあ、悲劇的でもあるし、うん、ラブロマンスでもあるし、スパイモノみたいな、うん。ちょっと懐かしい味の雰囲気のする、素晴らしい見事な映画だったなと思っていて、うん、黒沢清監督ですよね、うん、今回ね、うん、はい、でこれも書いてありますけど、ベネチアで銀獅子賞すごい受賞されてね、うん、やっぱホラー映画ファンからするとですね、うん、黒沢清は別に今まで巨匠とか先生とか言われるよりは、うん、俺たちの黒沢清みたいな感じ、おクリーピーの監督だし、まあ、他にも役所広司さんが出てるキュア、あ、出たキュア、キュアとか、はいはい、カイロっていうね、あのパソコンの中に女の人がこうなってるやつとか、はいはい、リアルもありましたね、リアルもありましたけど、はい、今 J ホラーって言われるものがありますけど、うん、もうこの最初の方にいろんなそういうホラー映画の監督と一緒に、怖いってなんだろうね、怖い映画ってなんだろうねってこうキャッキャッキャッキャしてた人中のうちの一人だから、なんか今更名称とか言ってるけど、いやいやいや、もっと前から頼むよみたいな、こっちからしたら、だからこっちからするとなんか推しアイドルがなんかメジャーデビューして、はいはい、みんなが黒沢清いいよねって言い始めて、なんかちょっとこう寂しい気分になるっていうか、あ、ファン心理、ファン心理、なるほどね、いや俺も前から言っとるじゃん、あちょっと気持ち悪かったですけど、そういう気持ち、ほら、ね、言っとるじゃんちょっと気持ち悪い、みんな言うけど俺好きだったじゃん前からっていう、ね、落ち着いてっていう気持ちだから、もう嬉しさもあるしって見たら、めちゃくちゃ黒沢清感あって、やっぱりどういうところが、まず遺体ですよね、水死体、はいはいはい、はいはい、あのなんか異常なこだわりリアル、リアルだったあれリアルで、いやあれはねちょっとね、おーってなっちゃった、本当の、そう本当の死体みたいな、こういうで、なんかこの浮き方も怖いし、あと爪、もう爪拷問のところ、あーあったあった、この後ろからあーってとこはまだいいじゃん、うん、その後さ、あいつがさ、あそことか、キヨシーって感じあれ、キヨシだった、キヨシだったよ、キヨシって、よっキヨシ待ってましたって感じ、あもう確かにあれ、ホラー演出ですね、でしょ、普通に、あとやっぱあの、地下っぽい倉庫の薄暗い感じは、うん、まあ、クリーピーもそうだし、そうそうそう、あと、昔のフィルム、ちょっとリングのあのビデオをちょっと思い浮かべるような、うん、ちょっとなんか生々しくて粗めの VTR みたいなとことか、だから王道なスパイ、王道なラブロマンスの中にちゃんと清しっぷりがもうめちゃくちゃこう要所要所に入ってる、そういうのがねたまらない、お見事な一作でした、おめでとうございます監督、これからもよろしくお願いします、お願いしますか細い声を出せ声をということで、はい、スパイの妻
こちら10月16日よりロードショーでございます。気になる方見てみてください。見てねー。どうも映画バカ芸人アンプです。パニパニューよろしくお願いします。まんじゅう、ほほ、お、こんなのあったっけ。まあ、まんじゅうは何個か前にやってたね。はい、やってました。やってましたよ。覚えてなかった。今日も元気にいっちゃおう、イエーイ。なんで声そんな小さいの全然元気じゃなかったよ、ね。